私はここでね今教えてるのは日本文化の一端としてね空手を教えてる。ここにも来てるのもほとんど空手の先生ですよ。あれあっちはこっちでねヨーロッパで言うと1年に1回絶対スイス、ベルギー、ポルトガル、コートディボワール、アルゼンチン、スコットランド、マラナカからね1ヶ月に2回ぐらい絶対出ていかなかったんです。フランスは今3ヶ月に1回のナショナルチームに教えに行ってるんですよ。あの女の子なんかあのナショナルチームの選手ですよ。で選ばれた人がみんなジョッコツうまいんですよ。76ね、6になって空手でやってね、太極拳もやってるんですよ。で、気功もやってるんですよ。あのね、武道いうのはね捨てたもんやないですよ。私の胸から言ったらね頭が良くなってきた。80ぐらいの方言ったらね7000ぐらいの保険それがスースースーと僕の中に入ってくるんですからね捨てたもんやないと思って。小学校の頃から沖縄の人がねたくさん小学校に行ったんですよ。空でねなんか運動してるんですよ。何してんのかなと思ったらね空手やるわけですよ。土地行った人が子供に教えてるんですよ。健康のために私も見よう見まねでそんなそういうことを彼らと一緒にやってて、ここに行った時にね大阪の重曹にね道場があって風神流教えてもらって、それで大学入って辻川先生で一流のねマムニケンケンマ先生に教えてもらった先生に、まあ空手部の顧問でそこ入って、でそこで「お前らちょっとあの羊で」とかなんとか言って慌てられて先輩にね。その頃にね1968年ぐらいでちょっと学内騒動が起こり始めて休校時間が多くなっていたんですよ。1年ぐらい、まあ、8ヶ月ぐらいあのヨーロッパに行って大学院の試験を受けて、で大学に残って、まあ、できたら考古学の者になるなるか、歴史を教えながらそれで、まあ、飯食べていけたらいいなと思いの横浜から那覇とかまでね船で行って、ロシアの船でそこから汽車でずっとスペインに来て、スペインに来た時に、学生寮入ったんですよ。長学生の近くに柔道場があって、だから彼もお金もないしね柔道場行ってね体のちょっと練習したいからね汗流したいからね空いてる時間貸してもらえる柔道の先生ですよ。柔道場やからね俺にから柔道してくるからね、もういつ来ても練習しても空いてる時は行ってもらえる。で空手、まあ、学校行きながら教えてたんですよ。まあ、その頃空手ってあんまりなかったから、一つの道場で教えたらね柔道の先生がうちの道場で教えてくれたのか、教えてくれるんで、そこも行ったら、その場所、その友人の柔道でまたうちの道場も教えてくれてね、一時、6つか7つ道場を教えてました、この道場のところまでね。1970年、友人がね、道場作れて、で、ここずっと始めて、それでもまだね、32、3まではね、日本に帰るつもりだったんですよ。それで、その頃からもう、自分でね、よし、もうこれ、空手のね、先生になる。で、まあ、練習しました、沖縄も、沖縄も帰りしてね、1年に3回帰って、沖縄にも10回ぐらい行きました。まあ、偶然のね、連続みたいなもんですね。自分が何のね、空手の先生。だけど、まあ、鉄心さんが、日本帰って、全空練の試験をね、6段受けた時に、ね、頃にね、人間的な魅力のある人にね惹かれて空手がやめられるようになったわけですね。空手の技よりも何よりも、だからこれもね幸運といえば幸運でしょうね。自分はこのサラリーマンになるつもりなかったからね、どうして生活していくかなと、こっちに来て空手、ちょっとお仕事で収入なんかちょっとできてると、まさかの空手でね生活していくなんか夢にも思いませんでしたよ。癌になる53歳まではものすごい練習しましたね。癌になってから太極拳とね、キックボクシングやりました。空手は、まあ、空手がもともとよく分かってくるようになって、体がもっと使えるようになって、今でも76歳でもね、まあまあ見たら分かるけど若い人と同じような感じで OK です。
10年でできたらね、あんまり悔いないですね、10年こなして。いや、もう体一つの文化の一端として分かってきてね、だから、まあ一つの空手を通じて、日本人の良さをね、分かってもらえたらね、私はもう、それほど幸せなことないですね。